日本の夫婦の間の不思議な遠慮。このような場面は私自身の体験でもたくさんあった。日本人女性の友達の家に遊びに行った時のことである。彼女はご主人に私を紹介しながら、ちょっと食事の支度をしてくるわと言って立ち上がろうとした。するとご主人は、せっかくなんだから二人でゆっくり話をしたら、僕がやるからと台所へ立った。彼女はその時、悪いわね、お願いしますと言って、そしてごめんねとさらに声をかけるのだ。夫が台所に立つことなど韓国では考えられないことで驚いたのだが、それ以上に夫に対して妻が、ごめんなさいねとか、お願いしますとか言うのにはあっけに取られてしまった。そのような夫婦があることを私はその時初めて知ったのである。日本人の夫婦とは一体どんな気持ちでいるのかといぶかしく思いながら、いいご主人ねと私が探りを入れるつもりで言うと、彼女はさらに私を驚かせるようなことを言う。あなたも知っている私のお店ね、あの小さなファッションのお店は夫からお金を借りて出したのよ。そうじゃないといい加減になるでしょ。だけどなかなかうまくいかなくて、夫にお金を返せないの。申し訳ないのよね。私は夫婦で共稼ぎをしているアメリカ人の友達から、自分の給料袋はそれぞれ自分で管理し、家計に必要な分をお互いの給料から供出するということを聞いて、なるほど、西洋人とはそんなものかと思っていた。しかし同じ東洋人であり、しかもすぐお隣の国の日本人から夫にお金を借りるとか、しかも返さないで申し訳なく思うなどという話を聞かせれようとは思ってもみなかったのである。韓国でも夫に対してお金を貸してくださいということはある。しかしその場合は自分の実家で必要だとか、自分の友達のためにどうしても必要だとかいう場合である。そういう個人的な理由だから貸してくださいと表現するに過ぎない。その場合でもお金を返すとか申し訳ないと思うとかいうことは韓国ではありえないことだ。夫婦仲が悪い場合にはそういうこともあるかもしれないが、通常ではまずないことである。